いいね。どうも山の目白川いいけどな。ね。久しぶりにこの川つないげる。あら、息子さん来た。そして先輩の別荘。みんな泊まりに来てね。なかなか綺麗な公園でしょう。ね。水の上からね、こう見ている公園、いいですよ。で、うちのキャンピングカーすぐそこ、ね、夕方のね、人あんまりいない時間に来るとね、広々使えて楽しいです。気持ちいいな。夕方はいいですね。涼しい。こうやってね、のんびりするの最高ですよ、やっぱりね。カモがいる。ぐらいのかな、いい感じの夕日になってきましたよ。いいね。山も綺麗だわ。最高。新緑綺麗でしょ。こうだよ、こう。最高ですよ、これ。カヤックおすすめ、皆さんやってください。恐竜の川まで行けちゃいそう。メリットですね。ガチャガチャうるさい、この車。道の悪いね、下道ね。高速道路はそんなことないけど。とは、ちょっと駐車場に困ることもあるぐらい。まあ、ほぼ困らないって感じ。
皆さんね、一人屋のキャンプに行くのに選ぶとね、ほとんどの方がいいやつをマトリックスを選ぶかと思うんですけど、ただ、まあ、小さなお子さんとか一緒に旅行するとかいう使い方だったら、それでいいかなとか思うんですけど、コラルダウンベッドナイフこのサービスも大きい窓があるんですよ。古いタイプなんで、コーラルは全部フルグラス、マトリックスは段差がある、段差あると本当に使いづらいっていうのが自分的にね、コーラルやっとなんだ。他の人にみんな止めてとか言われるでしょ。止めるのいいんだけど、いびきうるさくてさ、他人のいびき聞けないもんね。寝られねえっすもんね。こんなところにプルダウンのベッドがあってさ、ちっちゃい子でも絶対そこ乗りたがるもんさ。基本的にはやっぱり孫ちゃん抱っこしながらね、やっとして寝たいわけです。はい、こちらですね。で、うどん部分とか、ピッチ、私、僕、こっちに、こっちで寝るなって言われるけど、ピッチ、古ぼっちじゃん、後ろのでっけえベッド。嬉しいじゃん。だったらね、最初から早かった。で、ポーラーで4人寝れますから、まあ子供と一緒だったら後ろだけで4人寝れますわ。あとこう今こう座ってるとこがね、これもうベッド展開できる。まあここにもまあ1人もしくはまあ2人寝ようと思ったら寝れますからね。まあ無理やり寝れば大人5人かな。マトリックスもね、ソニックもね、電動で下がってくるの、たまに壊れるらしいんですよ。壊れたら大変なんで、電動でどうやって持ってくるんですか。壊れるのがいいだったら、最初からずっと手動の方がいいよね、手動の方が絶対でも壊れない。まあ壊れないけど、どうでも終わりというか終わりから、まあない方がいいですよ。まあキャンピングカーは重くない方がいいから、少しでも軽くあった方がよろしいかと思います。
かな。そうするとかなり慣れてね、気にならなくなります。気にならないけれども、長崎にはこれベストですね。それでは涙出る。始めるんですよね、こういう時って。
時間は、18時44分。もう日が暮れてますけれども、だいたい魚ね、人のいるとき釣れませんから。水尾ってみんな上がってくるね、真っ暗になるの寸前の30分間だけめっちゃ釣れたりします。寝ないけどね。嫁と二人用、あとは自分一人用ですから。たまに孫乗ってくれるぐらいなもんでね。まあ、そろそろひ孫も生まれるんで、ひ孫ちゃんが2歳過ぎたら、実地が楽しいところだよね。可愛いの生まれねえかな、早くな。とうとうね、皆さん、次の人たち、お帰りになりましたね。でもね、まだこう、ギリ、見えんすよね。釣ろうと思ったら、うん、そうだね。これも限界だろうね。うん。ライズしないね。オイルもしないね。普通このぐらいの時間からね、魚がいればバンバン、バチャバチャ言うんですけどね。こうやってね、アドリアのコーラルをね、ぴゃっとこう見るとね、やっぱ、かっこいいんだよな。うん。何気にいいよね、この車ね。結構お気に入り。中もね、こんな感じだからね。はい、到着しました。自宅です。今回の燃費は、9.4kg ですね。リッターで 9.4 です。お疲れ様でした。